こんばんばはスピリチュアル研究家の楓ですまず知ってほしいのがツインレイとチャクラの関係性についてですツインレイとチャクラは切っても切れない縁と言われているのですがツインレイ同士が出会うとお互いのチャクラが開くと言われています体内にはチャクラのポイントが全部で7つあるのですがツインレイと出会い関係を持つことにより 一つずつずののチャクラが開いていてくのですこのチャクラがすべて開くとツインレイはツインレイとしての生き方ができるようになりますツインレイというのはソウルメイトの中でもただ一無二の特別な存在ですそんな相手とこれからの人生を共に歩んでいくためには必ずチャクラが開く必要がありますそのためツインレイとチャクラの関係はす 切切っても切れないない縁のです。ツインレイとチャクラの関係第1チャクラムーラダーラツインレイとの出会いで花開く微低骨の辺りに存在しているのがムーラダーラと呼ばれる第1チャクラですこちらのチャクラは普段眠っているチャクラでツインレイとの出会いで花開きますそのためツインレイと出会うと 微低骨のあたりがズキズキするような感覚を覚えたり活性化されているため熱く燃えているような感覚を覚えることがあるそうですこちらのチャクラは肉体的な欲求や生存欲求を感じ取ることで活性化されていきます本能的な感覚を大事にすることで第一チャクラは活性化することができるでしょうそのためツインレイと出会うと 男性はまるで獲物を追うようよに積極的なアプローチをすることもありますまた第1チャクラが開くと生存欲求が活性化されるのはツインレイとの出会いが居場所のように感じ欲求が満たされるからでしょう第2チャクラスバディスターがツインレイとの性的なエネルギー交流で活性化されるツインレイと出会いは チャクラが花開き、肉体的生存的な欲求が満たされていくとへそか数センチの部分にある第二チャクラが活性化していきますこちらのチャクラは成述したようにツインレイが出会い互いの本能的なエネルギーが交わることで活性化されるエネルギーですキーワードは互いのことを受け入れることでお互いの存在を認めることができると 第2チャクラはどんどん活性化されていきます性的なエネルギーを感じ取れるのは異性同士で出会うことがほとんどのツインレイならではです第3チャクラマニプーラツインレイとの出会いで自故の目覚めが起きる互いの性的エネルギーを受け入れることができると第2チャクラが活性化し水落ちあたりがズキズキと痛む感覚に陥ります この感覚は第3チャクラであるマニプーラが開いた証拠と言えるでしょう第3チャクラが開くときはツインレイとの出会いが自分の意思を強くしている時です「自己の目覚め」という言葉がキーワードになり同じ魂を持つ唯一無二ツインレイと出会うことで自分の人生をどう生きるか 自分自身で決めようといった気持ちが芽生えてきます今まで人生への興味がなくブラブラとしていた人でも第3チャクラが目覚めることで自分の人生は自分で歩まなければなどの意志が強くなるのです第4チャクラアナハータツインレイとの無償の愛で活性化される自分の人生を生きていく強い意志が芽生えるようになると 胸の中央にある第4チャクラが目覚めます。アナハータと呼ばれる第4チャクラが活性化するために必要刃物は、愛です。別名、愛のチャクラとも呼ばれる第4チャクラは、ツインレイが出会い、互いのことを愛することで活性化されていきます。第5チャクラ、鎖骨の間、ビシュッタ、魂の声をツインレイに伝えることで活性化される。 ツインレイと出会い、互いが互いのことを思いやり、無償の愛を相手に向けることができると第5チャクラが開きます。第5チャクラは鎖骨の間ぐらいにあるチャクラで、ビッシュだと呼ばれるチャクラです。こちらはコミュニケーションに関するチャクラで、ツインレイ同士が本当に思っていることを伝えていくことで活性化していきます。恋愛をしていると、 相手のことを気遣いすぎて伝えなくてもいいかと本音を避けてしまうこともあるでしょうしかしツインレイ同士が関係を築いていく中でお互いの本音を伝えることはすごく大事になります心の声を伝えられるようになることで第5チャクラは活性化していくのです第6チャクラ眉間アージュニャツインレイとの出会いにより 直感力が開花するツインレイがお互いの心の声を伝えられるようになると眉間にある第6チャクラが開きますここまで来るとツインレイの関係はかなり深い関係になっているでしょうアジュニャと呼ばれるチャクラは直感を大切にしていくことでどんどん活性化されますツインレイとの出会うにより直感力が開花しているため 今までは優柔不断だった人もこれだとピンとくることが多くなるでしょう第7チャクラサハスラーラ人生の使命に目覚めることで活性化される直感力を磨くとツインレイの関係において一番大事な第7チャクラが開花しますサハスラーラと呼ばれるチャクラは頭頂部にあり人生の使命に気づくチャクラですここからは ツイインレイとチャクラででつつながる方法についてです自分らしさを忘れずにツインレイに対して素直な気持ちを表現しよう恋人ができるとなかなかありのままの自分を見せることができない人もいるでしょう自分らしさを相手に見せると惹かれないかなと不安になる気持ちもわかりますしかしツインレイというのは 同じ魂を持つ唯一無二の存在です。自分らしさを見せることで関係は良くなっていきます。そのためツインレイとの関わる時は素直な気持ちを表現するようにしてください。相手のことを思いやり無償の愛で思い続けてみよう。ありのままの自分でツインレイと関わる上で忘れてはいけないのが思いやりです。 相手のことを思いやることができないとただのわがままになってしまいます。スインレイはお互いが無償の愛を注ぐことで関係が良くなってくため自己中心的な関わり方は絶対に NG です。無償の愛で思い続けることができるときっと第7チャクラが目覚めるようになれますよ。この動画では ツインレイとチャクラとの関係性を詳しく紹介してきましたツインレイとチャクラにはかなり深い関係がありますまたチャクラにはどんな種類があるのかを知ることで最終的にツインレイが目指すことを分かったのではないでしょうかツインレイと出会うためには自身の魂の声に耳を傾けることから始めてくださいすると 魂が成長し、しいつかツイインレイと出会えるでしょう。以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。